めっちゃ膨らんだ。じゃじゃーん。これ、ザック食えるかな。みなさん、こんにちは。観察さんの椿です。はい、今日はですね、中華パンを作っていこうと思います。で、もう材料はこねて、パパがもうそこに用意してあります。さあ、それをこねていくところから始めていきます。いきますよー。ガツボクチャンネル。あげまーよ。で、打ち粉をして今、こねる状態だね。はい、じゃあ、あのね、押し付けて、ぐっと押し付けて、そう。ビタみたい。あの、これがね、滑らかさが出るまで、あの、こねていきます。よーん、はい、楽しい。ついた。たまにさ、この、なんていうの、パンをこう、こねてるだけの動画とかあるよね。そう。絹なんか見てたら気持ちいいんだろうね。絹なんちゃらってやつ、うん、なんだこれ、この秋やろ。あれさ、すごい難しいんだよね。あ、そうなの。そうなの。やったことあるの。やったことある。へえ。あの、なんだっけ、パン教室に行ったことある。あ、そうなの。ちょっとできない。あれ、かんな、どこ行った、椿は、はずき、はずき、ん、外出てってる。あ、いた。あー、また悪いことしてる。やめて。おいで。おいでおいで。見つけた、見つけた。悪いことしてた。ん？うん、最近本読んでほしいね。わかったわかった。ちょっと待ってて。どれどれ？どの本？あー、そうか。これ？ぐるぐるライオン。オッケー。待って。じゃあ、はい、ママも一緒に。パンをこねるにはね、あのパンっていうか、まあ、中華パンなんだけどさ、ゲーム力を入れるから。じゃあ、ママの方があれだね、一回あのその教室通ってんだと知ってるでしょ。椿ちゃんとやんなさい、頑張って。難しい。あ、でも、いや、難しくない。大事きた。飽きした。飽きた。じゃあ食べるのやめる。食べたいよ。ああ、じゃあ頑張ってやって。あ、全然粉ついてないで。あ、見て、これ粉じゃない。これになるまでがすごい手につくよね。うんうん、全然つかなかったな。多分チークパンとかな。チョココロネをね、作った。今日あんこコロネ。チョココロネを作った。あ、くるくる回したんだ。やばい、暴れてる。うるれ、悪いことや、なんか静かだなと思ったらいねんだ、悪いことやってんだあれ。お腹すいたかな。あっ、はいよ。はい、誰もが興味がなくなってしまったので僕一人になりました。はい、でこっから手身もこねたので、なんだっけ、オーブンで発酵させるのか。はいはい、30分発酵させまーす。めっちゃ膨らんだ。はい、しっかりしました。じゃあここから4等分にしていきまーす。はい、みんな風呂入りました。さて、まあ、中華まんの中に入れるのはあんことか、あと角煮とか、そういうのが多分結構いろいろ主流かな。主流でもやるか、肉まんとかになるのかな。で、今回はうちはこの牛肉を使って入れようと思います。さあ、これはローストビーフにしていきます。はい、できました。オープン。まあまあ、うまくできたんじゃないでしょうか。ドライイーストの匂いが強くて、どうしても食べられないっていう息子がいます。はい、こっちがローストビーフ。で、こっちが牛カツでございます。よし。まあ、どっち、肩ロースだから、まあ、ステーキの方に近いかな。よいしょ。あ、あ、ダメだ、切れない。じゃじゃーん。これ、ザック食えるかな。はい、出来上がりました。
牛カツ食べ、あ、食べてる食べてる。どう？美味しい。美味しい？初めて食べてなかった。うん。あ、お姉ちゃん帰ってきたわ。うん。さあ、実食です。さて、じゃあ私は、牛のカツを、ちょっと、申し訳ないけど、手で突っ込んで。じゃあ行きまーす。あ、牛カツめっちゃ柔らか。うん、何どうですか、初めてですよね、食べんの。うん、あ、すごいね、ドライイーストの匂いがしてすごい嫌な感じだったんだけど、挟んでくれたらめっちゃうまい。うん、最高。うん、牛カツうまいわ。何やってんの。すごい歩くようになった。プールを入れてみましたよ。あ、うん。あ、これはうまいな。うん。ナムル？うん。お。ね。さあ、今回の中華パン、いかがだったでしょうか？うん、か、初めて食べた牛カツだよね。牛カツどう？とんかつどっちうまい？2つも美味しい。2つも美味しい。分かった。じゃあ今度、高い牛カツ食ってみような。さあ、締めましょうか、じゃあ。はい。何てかわかんないわ。グッドボタン押してください。チャンネル登録お願いします。次の動画を見てください。じゃあねー。うん、はい、頑張っ、作る人は頑張ってください。自然の力でここまでできる米ぬか発酵液を配合した。この動画の匂いは、はい、召し上がれ。